いや、すごく嬉しいですし、まあ、こんだけ多くのお客さんが来ている中で決勝進出を決めることができて、本当にほっとして嬉しいです。
この前にみんな逃げてるとかまだ天皇杯もあるんで一戦一戦しっかりみんなで戦っていきましょう。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ルヴァンカップは次決勝を含めて目の前の試合を一つ一つ戦って勝っていった積み重ねが、ね、決勝につながっていると思います。だけどね、ここで満足する広島サポーターじゃないはず。次はファイナル絶対やってやろう。この思いを胸に国立に集まりましょう。今日はお疲れ様でした。そしてまた来週末笑顔で元気にお会いしましょう。それでは気をつけてお帰りください。本日のご来場誠にありがとうございました。